あ、行った。こんばんは、こんばんは、こんばんは。おまじゅんさんありがとう、さとよさんありがとうございます。1時間くらい配信します。今明日緊急当番、劇場緊急当番、びっくり。そうなんです、頑張る。カラコンはね、一緒。今ね、なんだっけ、川西美希さんのやつ使ってる気がする。名前合ってるかな、ミムコ、ミムコっていうカラコンのブラウンフォンデュっていうめっちゃ自然なやつを使ってます。ここ最近ずっとこれ大量買いしたんだ。ぼちさん、たこじゅありがとう、桜のお友達さんファイト、ゆたかさんありがとう、シュークリーム。そう、明日ちょっとさやりんさんの代打で重力シンパシー公演に出ることになってるんですよね。すごくなんかファンの方いるか不安すぎる、いないなって思って不安なんだけど、あのゆずかとかハータンとかいるから、ドラさんのファンの方もいると思って。あ、明日劇場当たってたので嬉しいです、ファイトだって。本当にナイス、ナイス、一人いた、よかった。明日私のファンの人いないと思ってたら一人いる、もう一人いる。さっきツイッターのリプライでももう一人ぐらいいたな。ありがとう。やれそう、頑張れそう。助け合いだね、助け合い。さやりんさんに関しては私前にさ、当日にもう気持ちよくて無理だってなった時に出てくださったから、今回は私が行ってきます。ゆうきさん結婚してダメです。ザクさん、タコジュありがとう、タコ10個。おもちちゃんもありがとう。昨日の夜はね、いっぱい食べちゃった。ハッシュドポテト焼いて食べて、何食べたっけな、納豆なんですぐ納豆食べるんだろう。食べて、あとあれだ、もらってきたフィナンシェも食べた。二等水平さん、タコジュありがとう、ヤンさんファイトありがとうございます。今日もりなちゃんサキポンの代打だからね、ドラさん頑張れ。そうなの、ポンさん今日あれ僕隊の予定だったっけ確か。あら、それは残念。小次郎さん、食べて、僕にできることさんファイトありがとう。ハッシュポテト焼く、冷凍で買ってあんのよ、ハッシュドポテトの焼くやつあるんだけど、冷凍のね、なんだっけ、おはようポテトみたいな、すごい平和な名前のポテトがあるんだけど、私大好きで買っちゃった。メニューのチョイスそれな、ぐちゃぐちゃ。昨日千代里生誕行ってました、最高でしたね。千代さんの生誕楽しかった、こちらこそありがとう。台風過ぎたけど吹き返しの風がすごい。私絶対これからね、あのぐちゃぐちゃになりに行くのに髪の毛をセットしようとしてるんですよね。昨日は公演お疲れ様でした、昨日は寝落ちしました、なんてありがとう。あれお手紙だっけ、プレゼントだっけ、お手紙もだよね、多分入ってた気がするんだよね。後で読みます。たくさん、たこゆうじさん食べてありがとう、ゆきんこさん食べてありがとう。 MV はこれからです、 MV 解禁話10時半から
私後でツイートするんですけど、ショールームのなんかあれ特別ルームみたいなので発表するの、そっちで見てください。帽子も飛びそうな風、うわマジか、やばい。MV 解禁楽しみにしてます。楽しみにしてて本当にやばいやばい。 MV 本当に曲もいいし、チャケセレブチャケセレブやばいな。チャケセレブもう一箱開けたよさっき。こんばんはみんな、うちさんハートいっぱいありがとうございます。どうしよう、外跳ねしよっかな。いや外跳ねとか意味ないだろうなえ外跳ねとか絶対意味ないかゲート雨風で終わる。とりあえず跳ねさせとこう。結果はまあ後からわかると思う絶対で跳ねさせといて湿気で終わって跳ねない。150度でやってる。ハイトーンバリバリになっちゃうからさ。今日はね私服地メイクだから、自分でメイク、髪の毛もやって私服で行くよ。濡れたら私跳ねる方じゃなくて、この普通にストレートになっちゃうので、多分ストレートになってる気がする。私服どうしよう。私服ないんだよね。私服、私服がないってどういうこと。私服がない。あ、そう、これ猫の T シャツ着てる。アバター3個揃いました。おー、おめでとう。おめおめ、すごい。ラスト日にアバター3つ揃ったの、いいね。にゃー、現在暴風域真っ只中です。意外と普通でしたって。本当気をつけてね。チャゲさんは MV は見たの？秘密秘密。ひまわりアバターだけ出ました。もうひまわり出たのすごい。和天とこ急に嵐来た、マジでそれもやばい。ラブソースイートぐらいにしていただきたいよね本当に。それはだってもうこの時期の台風はやめてほしい。だいたい毎回被るんだから、いつもなんか忙しい時にね台風が来るんです。本当にやめていただきたい。あー髪が
私服はイートミー希望。本当イートミー今用意してた、ちょうどイートミーにしようかな。あ、ひまわりアバター出たので出したので、そうだよね、この前か、突破隊名乗らせていただいても、え、乗ってよ名乗らせていただいてもに乗ってよってなんか初めて言ったな。名乗ってよ。僕にできることさん、かわいい、ありがとう、うちさんハートありがとう。え、名乗ってよ、名乗ってよ。イートミーにもう一票。あ、ほんと、じゃあイートミーにしよう。イートミーの秋のさ、なんかいろいろ出ててめっちゃ可愛いんだけどさ、何も注文してない、やば。いつもだったら絶対すぐ注文してるの。秋のイートミーバチクソ可愛いトップスいっぱいあって、何にしようって悩んでるうちになんかオーダーが終わったりとか。でもあれか、普通に販売あるのか、予約じゃなくて。なんか注文しようかな。髪色はね、変わったんじゃなくて色落ちしたらめっちゃ綺麗なシルバーになったよ。村上さんありがとう。ケーキ、ひまわりの花が咲かない僕は葉っぱ隊です。泣いた、せめて熱波。ひーちゃんタコ10個ありがとうございます。関東は風が出てきた。本当にやばい。今日さすがになんか雨風やだなと思ってお昼外に出なかったからさ、今の状況とか関東の状況知らない。これでいいかな。ね、綺麗なシルバーだから染めたのかと、え、思うよね。メイクさんとかともね話してた。シルバーも青も可愛いでしょ。私は青髪まだ続けるよ。また今度入れてくる青。おなじゅんさん、やんさんありがとう。桜のお友達さんも可愛い、ありがとうね。可愛い。え、いい感じやん。最近ね、アイシャドウ涙袋のこのラメはすごい細かい、ラメは新しくラメラメのアイシャドウ買ったって言ったやつめっちゃ入れてるんだけど、なんかまぶたはこのラメ以外なんか全然カラーって感じの色っていう色全然入れなくなって、なんか濃いんだけどめっちゃシンプルみたいな。色味はめっちゃシンプルなんだけどラメで顔濃いみたいな、こういうメイクが最近好きで、そうハマってます。ハーブのダメさんタコ10個ありがとう。直哉さんめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。あー、バレたネイル浮いてきちゃってここ取っちゃったんだよね2本浮いてきちゃってさ、勝手に自分で取っちゃった。で爪が折れそうだったからジェルの上から爪切りで普通に切ったやばい、ケアしに行きます。餃子のポーチさんありがとう。ハート顔面 4K イエーイ。ヤンさんめっちゃ可愛い、ありがとう。いい、そう昨日もねまぶた同じラメつけてた、キラキラ。531日連続配信ありがとう。531、531日です。
小次郎さんもありがとうね、ギフト。おなじんさんもどうも。531ありがとう。551まであと20日ね、551のさ豚まんだっけが食べたいんだけどさ、どうしたらいいの。これは行かないとダメなのかな。関東限定出店とかしてないのかな。なんかね、この前駅のところとかで551のバッグをね、あの保冷バッグあるじゃん白と赤のあれを持って歩いてる人を見つけて、へーと思って、この人旅行帰りのパターンなのか、それともどっかで期間限定出店してるのかなとか思って、えずるいずるいと思ったんだよ。恵比寿に姉妹店があった、本当？マジ？三越とかなんかデパート出てそうだよね多分。待って、さっき明日行くよって言ってる人いた、マジで？ありがとう。明日の公園行くよ、台風次第だけど、まあ確かにそれはそう。あんはんはん、台風。今日伊丹空港寄ったらいた？みんな？明日まで上野の松坂屋で移動販売してる。劇場近いや明日まで上野松坂屋で移動販売してる。じゃああれかな、私が見たのは劇場関係かなんかでその辺にいた時に見たのかな。ね、昨日だっけ、なんか最近昨日か一昨日かの記憶がね分かんなくて、一日のこの切れ目がさ分かんなくなってる。そうなんだ。うわー、でも明日公園ない、公園前は無理だな。痛み読めるのマジ強えだって。痛みは読める、北海道の地名とかのが読めない気がするわひーちゃんありがとう、タコ10個イエイ確かに楽屋で551の匂いがはちょっとかわいそうだな、だったら差し入れするわエビスの東京豚まんはレシピが同じらしい。ちょっと待って、エビスの東京豚まん、メモメモ、東京豚まん、これ駅前じゃん、恵比寿の。あ、ほんとだ、551の姉妹店だね。シューマイ、あ、豚まん1個250円、売ってるやん。テイクアウト可能なのかな。行こ、今度恵比寿行ったら買ってくるこで1000円だった、1個250円だから それはブラクレは違うんよプラス5。おのじゅんさんありがとうね。へー、肉まんではなく豚まんと言ってくれるだけで嬉しい、だって。そう、これ結構こだわりじゃない？だって551さんは豚まんで売ってるわけじゃん、肉まんじゃないんだよね多分。これめっちゃこだわりでしょなんかね、
昔肉まんじゃなくて豚まんだよみたいな、なんか誰かに言われたの。サカツイって豚まん、うわーあり、超あり。そうしよう、サウナ行って帰りに買って帰ってこよう。じゃあ恵比寿のサウナ行かなきゃ。551本店にあんまんも売ってる。そうなんだ、美味しそう。豚まんで整うスタイル好き。そう、豚まんで整おうかな。豚まんとお酒でただの酔っ払いみたいになりそう。ねえ、生地甘いよね、大好き。本当にオイルつけます。こんなやって絶対ぐしゃぐしゃになるんですけどね。はい、とても分かっています。センター分けになっていそうです、後で。私は外羽がなくなってセンター分けになる説。リップ塗ってない。気づいた。僕にできることさ、めっちゃ可愛い、ありがとう。うん、関西は肉イコール牛肉。そうなんだ、なるほどね。インストさんありがとう。タコジュッコー、タコジュッコー。メイク動画何持ってこうかな。パウダーオイル、あとこれめっちゃ大好き、フィアンセっていうところのあのフレグランスなんですけど、アホ毛ピュッピュッって出るやつをこうやってやるだけで抑えられる。これ絶対必須。前髪とかもこれ使ってます。フィアンセ結婚してなんか言われると思ったんだよね。うん。言った後気づいたわ、やめとけよかったわ。くそ負けた。くそ負けてしまったよ。私のカリンダメですって書いたのやばい。パウダーはこれ、リップ、マスカラは置いてく、鏡は持ってく。ピン持ってく。アイライナーはいらないかな。リップ、色はこっちでいいので置いてく。これ腕も置いてく。こんなもんで整いました。関東地方はもう雨降らなそうだけど、明日の朝雨風がひどそう。あ、そうなの。まあ仕方ないか。
旅行行くみたい。確かに。このリップね、この前撮影の時に持ってったら、持ってったり塗ったらすごいメイクさんに色かわいいって言われて、そう、どこのオーブですって、えーとか言って、落ちないのとかすごい盛り上がったんですよね。確かに色かわいいよね。これね、本当にすごくて、私公演の時にリップを塗り直したことないんですよ、このリップ使い始めてから。これ結構本当にすごいと思う。だって公演中さ、ペットボトルで水ガバガバ飲むし、歌って、そうマイクさ、あの外してさ、つけてってやって擦れたりとかもするし、あとは普通にまあ喋ったり歌ったりするから、あの唇がね、こう動いて取れやすいはずなんですけど、色がね全く落ちないのはねすごいです。カラーズのライブ写真、最初空の封筒が届いて驚いた。大丈夫、届いたのちゃんと。いい。逆に落とすの大変とかないん？そう思うじゃん。でもちゃんとクレンジングで落ちる。ただ私はクレンジング結構こだわってて、あの本当に濃いマスカラとか、このラメとかも一瞬で落ちる、なんかジェルのクレンジングがあるの。なんか普通のオイルとか拭き取り用のなんかコットン染み込んでる市販のやつとかだと落ちにくいんだけど、リップもこんだけ強いと。私が使ってるやつもう激落ちくんなんだよね、本当に。だけど顔の肌が、肌がめくれるみたいな、そういう意味の激落ちくんってわけじゃなくて、ジェルだからすごいなんかヌメヌメって感じなんだけど、シャワーで洗い流すともうしっとりみたいな。乾燥肌の人はいいんだけど、多分なんかちょっとオイリーっぽいのが元々の肌質で気になってる人からしたら嫌かも。リップオーブ何番？03番。3番オーブタイムレスカラーリップ。もう名前が強い、タイムレスカラーリップだもん。そりゃ長持ちするよ。の03番見える？ピント合うかな。タイムレスカラーリップ03。これ使い切っても私買い直すと思う。また買う。色違いも買いたいぐらいっていうぐらいお気に入り。結構あれ使おうこれ使おうってリップ浮気症なんですけどもともと。はい、こっち、これは確定です。この時間訪問する人多いね。ね、このコメントの前後にもめっちゃ初訪問初訪問って書いてある。どっかイベントやってる？8時までとかのイベントやってる？星集め来てる？こんばんは、AKB48 チーム A の大竹ひとみです。毎日アイドルやってます。ビスやってるのか、なるほどね。まあ星集めとかで来てるだけかもしれないけど、もしよかったらルームフォローしてくれたり、これからも来てくれると嬉しいです。ちなみに私はですね、ショールーム選抜に前回のイベントで入りまして、今日の22時30分から上に書いてある時間帯にショールームの、特別アカウントルームで
開されます。そこで重大発表があります。はい重大発表もあるし MV も公開されるし、なんか企画もあるのかな、わかんないけど、ありますので、10時30分からぜひそちらも見てください。アビスボックスさん、タコ10個ありがとうございます。タコ10気になるでしょ。MV 何回でも見てほしいな。 YouTube に上がるかな。上がるよね、さすがに。えMV 解禁配信って今までやったことあるっけ、他の人たち。それ配信した後、その後すぐに YouTube とか載ってた。え上がらないわ、さすがに。中指ってなっちゃうよね、みんな。MV MV YouTube に上がらないとそれはちょっと。ここでね、解禁はね、10時半ショールームのアカウントで解禁されるかもしれないけど、ねえ、その配信が見られなかった人はじゃあ一生発売まで見れないんですか。ね、困っちゃいますよね。冷静に中指ですよねこれ良くないこれ良くない、星にならんのよ意味は伝わるけどね。あんまあ、いい意味じゃないからね、言うことじゃないんですけど、指上がっちゃうよってね感じですからほんとだよ。私もなかなか怒るタイプじゃないですけどね、そんな冷静に指上がっちゃうので、 YouTube 載せていただきたいですよね。楽しみ。みんながどういう反応してくれるか楽しみで、本当に割とマジで寝れないっていう気分で過ごしてた寝れないって気分で過ごしてたけど、さっきまで寝てた。武道館で披露してくれるかな。それもさ、したいよねって言ったよね前あの武道館決まったねって言った頃にさ、リップグロスの発売記念コンサートだからさすがに披露したいよねって言った記憶ある。させてくれ。たくさん布教しといたから楽しみです。布教ありがとう。発売まで見れないかと思ってた。そう、私も発売まで公開されないもんだと思ってたの。だからよかった。3日間全部で歌ってほしい。それな、3日間全部で歌ったら私も3日間1曲分出る尺増えるんでお願いしますお願いします。推しが武道館行ったら天国行きなんよな。ねー、私割と推し武道気持ちは推し武道。ねー、武道館立っちゃうんだけど、嬉しいんだけど、本当に本当に嬉しい。立てないと思ってた一生。なんか AKB にその縁のある会場とかを基本的にコンサートで使ってるイメージがあって、何年ぶりにっていうのはあんまないと思ってたから、そうだね、ちょうど1ヶ月後だ発売日。やば
楽しみだ。よく考えたら初めて武道館に行くようだと。ああそうなんだ、意外と行く機会ないよね。よかった。今日はなんか持ち物はないかな、私服だけか、悩んでんな、私服だけだな、どうしよっかな。何着ようかな。いやあ、あれにしようかな。いや、え、今日暑いのかな。今日は暑いのかな、蒸し暑いのかな。え、そうなの、足元悩むよね、雨だからさ。でも可愛いのはもう履くの諦めた。靴蒸し暑いよね、蒸し暑くてさ、暑い格好してったら行く前に汗だくになるよね。今からショールーム選抜 MV 解禁配信のためにスタバを買っていきます。だって乾杯。いいね、ほんとだ、蒸し暑そう。30度までいかないだろうけど、風が出てるね、強風がいろんなところで出てる気がします。どうしよっかな。 T シャツ短パンでレッツラゴー。確かに T シャツ短パンが一番濡れても安心。ロングスカートがね、こういう時って履きにくいなと思う。濡れるよね。でもレースっぽい感じだったらあれかな、水吸収しないしいいかな。パタパタやればタオルで拭けば落ち着きそう。布って感じだったりジーンズ生地とかだとね。ジーンズさ、ね、ジーンズってさ雨の日履くと死ぬよね。濡れてさ、その後さ、めっちゃ冷えない？夏でもさ、その濡れたジーンズがさ乾かなくて冷えて足元超寒い、やばいよね。重くなるし、そう重くなる。濡れたジーンズ次の新曲か、やばいやばい。エアコンで寒くなる、そうそうそう。どうしよう。まあいいや、私らしい格好で行こう。どんな曲調がか考えるだけで楽しいでしょう。だよね、みんないろんな予想してくれてると思います。もともとはなんかそのメンバー的にひーさんが1位ってのもあるからダンス曲なんじゃないみたいな噂もあったり。でもなんかそうなった時に誰だっけ、お代理さんとか私とかあの辺が含めてなんかダンスはみたいな、あやなんさんとかだっけ、みんなでダンスはって言いながら、え、バラードとかないかなっていう話をし始めたり、で、明るいポップのやつもいいけどかっこいい曲もいいよねってなったりで、予想も何も全部何でもいいみたいな。ショールーム選抜に
選ばれて楽曲をもらえるんだからな、何でもいいやってあーごめんなさい、うるさい。こんばんは、どうも。こんばんは、明日の重力シンパシー公演楽しんでね。ありがとう。そう、明日急遽出ることになりました。これも言っておかないとね。そうなんです、明日の公演ですけど、ちょっとさやりんさんがねコロナにかかってしまって、めっちゃ心配です。なんか舞台とかもあったから超疲れ溜まってたところで感染、大変だと思うし、症状がね重くないといいんですけど、とにかく自分もなったことがある身なので軽症のことを祈っています。そうで、そのさやりんさんが明日は出演する予定があったので、重力シンパシー、ちょっと私学業の方がね実は明日から行かなきゃいけなくって、ちょっともともとは私が出れないっていう予定でさやりんさんにお願いしてたんですけど、急遽出るってなっちゃったから明日はちょっとバタバタで私も頑張んなきゃいけないんですきっと、はい、よいしょ。ね、前回私が体調不良の時にさやりんさん出演してくださったので、まあ恩返し公演ではないですけど、まあ、お互い同じポジションとしてねやってるので、支え合い精神でいこうと思いますね。あね、後遺症とか残んないでほしいな、さやりんさんも。私はね未だに痰が絡むんです、本当に本当に嫌です。コロナはただの風邪じゃないです、あれはマジで思う。ただの風邪ぐらいで収まる人もいるんですけどね、私にとってはただの風邪じゃなかったわ。うん、怖い怖い。そう、まだあるのかって思うよね。あ、でも全然楽になりましたよ、私はもう本当に全然楽にはなったけど、そう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 、怖いです。お、そうだそうだ、ドボンライブの券売も今日までじゃないですか。あの皆さん、ドボンライブのそちらもねぜひ、ドボンで上位になってないからライブ行けないって方、お申し込みお待ちしております。田無先生田無先生の結婚してがかける5で見えたんですけど、ハッピーバースデーでーすまずは田無先生お誕生日おめでとうございます。なんかね、気づいたら私のファンの方が多分イラストをいつかチャケも書いてもらえるといいねっていう風に言ってたところから、なんかファンの方がそうやって言ってくださってたんですみたいなところから、確かねえ SNS なんかショールームの中でなった気がするんですけど、めちゃめちゃ素敵なイラストをこの前いただいて、私はとっても嬉しかったです。めっちゃ似てたし、もう即保存しましたし、ショールームでコメントしていただけるのもありがたいなって
思いますし、ただ今日ならいけると聞きましてとコメントがあるんですけど、ダメです。ということで、はい、結婚してはダメです。はい、残念ですが、残念なんですけれども、あのハッピーバースデーと、はい、あの結婚してはちょっと別物ですね。はい、残念ですがなんだこれ、前置き長すぎる前置きが長い。まあでも本当、誕生日おめでとうございます。それは本当に思ってますまた来年が無理また来年、来年の9月19日どうなるかハッピーでもダメで、そうです、ハッピーバースでもダメポジティブ日本代表やばいでもね、本当にね、あの引用じゃないや、リプライに載せてあるあの写真が、写真とイラストがそっくりすぎて、なんかあの個人的に個人的に LINE の、 あのトップ画とかに使いたいなって思うぐらい可愛かったこんばんは、こんばんは、どうも。すごい、なんか4000人超えてるんですけど、祝日のこの時間だからですかね。まあイベントやってるってのもあるのかもしれないけど、びっくり、こんな8時前に4000人、1時間経ってないよね。もうまさかこんな集まると思わなくてびっくりしています。来年の生誕ティー決まりですね。来年の生誕ティー、田無先生デザインお願いしてもいいんですかねご依頼3桁万円と前聞いたんですけどこんばん、どうも。すごい、今日いっぱい訪問してくれる方いるね、ありがとうございます。 AKB48 チーム A の大竹ひとみです。これから私がショールームイベントで皆さんと勝ち取ったショールーム選抜の MV が10時半からのショールーム特別配信で解禁されるので、ぜひ見てください。イエイエイ。生写真予約したよ、ありがとう。生写真制服です。ギャルが制服着てますニケちゃんにしてあげる桁が1個減るのが大きすぎるほう、こんばんは、こんばんは。ハロウィンのやつも予約始まってます。あのハロウィンのね、調べたらね、シスターだった、私ちょっと待ってね、シスターになってた、シスター、なんかね、多分衣装さんがこれどうって言って出してくれたんですけど、早急に髪を暗くしなさいになりそうです、これこれです、シスターです。これハロウィン、これです。今年のハロウィングッズの私、こちらになります。これ、これを今回は
衣装さんに選んでもらいましたので、こちらのデザインになってると思います。ぜひぜひ。ジローさんありがとう、ギフト。ドラクエに、そうやばい、ドラクエキャラや。桜のお友達さんありがとう。この時の髪色は茶髪金髪って感じです。シスターの女神オッテスコ。シアターのこの時と制服の時一緒ですね。撮影したのいつだっけな、5月とかです。4ヶ月ぐらい前に撮りましたね。懐かしい。あとでメールに送ります。ギャルチャケ。メールに送るから一瞬しか見せない。そう、この時と一緒です。ちゃんと実は十字架も持ってます。十字架のあれですね、なんかネックレスまでついてるちゃんとしたコスプレでしたね。すんごい長くて、この後ろのやつも。あーね、チャケさん本意を使えるわけやな。復活の呪文自分にかけたいよね。人にじゃなくて、もう毎朝毎晩あの復活の呪文をご飯のように唱えたいです。ギョルミオンネットさんかわいい、ありがとう。もちろんセルフ復活でございます。子猫さん2キロ超えました。あら、大きくなったのね。成長に涙。ダメです。1万個集めたらさん、お疲れ、かわいい、ありがとう。結婚してはダメです。ヤンさんありがとう、ヒール。ヒロさんかわいい、尊い、花束。ありがとう。ドラブレターも結婚してが5個ぐらい来ましたがダメです。ヒロさんいっぱいありがとうね。なんかいっぱいいっぱいある、ありがとうございます。ではちょっともう時間が時間なので、そう8時ぐらいに終わりにしようかなって思ってたので、ちょっと急がないとですね。皆さん10時半からショールーム選抜の MV 解禁配信がございます。何度でも言いますけど。10時半からショールーム選抜 MV 解禁やし、こちら絶対見てください、お願いします。ということでね、ランキング読ませてください。絶対みんな嬉しくて涙してください、すると思いますとか。絶対涙すると思います。やっても絶対皆さん嬉しくて涙してくださいっていう感じで、はい、そのつもりでこっちいるんでお願いします。お願いします。しますします。おもろい、みんな。13位ランタンさんありがとうございます。12位ゆたかさんありがとうございます。11位ちさとさんありがとうございます。10位レインボーさんありがとうございます。9位ヤンさんありがとうございます。8位イーストさんありがとうございます。7位オノジュンさんありがとうございます。6位ザックさんありがとうございます。5位ユキンコさんありがとうございます。
4位にゃんさんありがとうございます。3位僕にできることさんありがとうございます。2位二等水平さんありがとうございます。そして1位はひーちゃんありがとうございました。明日よろしく待ってるね。バイバーイ。ではまた。